第32回オールスターモノマネ王座決定戦スペシャル。すごいですよ、いっぱいいるんですね。テレビ見てる方もまさかもう客が疲れてるとは思わないでしょうし、元気いっぱいじゃないですか。オープニングですからね、元気いっぱいです。まさかもうだいぶ待たされて疲れてるとは誰も思いませんよ。これそんなことないですよ。会場の雰囲気なんかもこう僕ら初めてですよね。はいはいはい、こういろんな層のお客さんおって、いっぱい、いやほんまほんま、これでそうです、まあ、もちろんモノマネファンの皆さんが集まってるわけでしょ。いやでもどう考えても会社帰りみたいな4人組、サラリーマンやけど居酒屋行くかモノマネ行くかみたいなんで、モノマネ来たみたいな、もう盛り上がりですよ。大盛り上がりですから、はい、我々司会って本当に嬉しいんですけれども、はい、せっかくの司会すんねんてやっぱ、はい、あの恒例のあの赤いジャケット、赤いジャケットでしょ、はい、これをね噂に聞くと、はい、篠原智恵が着るの嫌がったって聞いたんですよ。嫌がったって着たいですか赤ジャケット。着たいよ着たいよ。だってダブルコーデとお揃いはちょっと私できませんで。でも今日スタジオに入ったらほとんどスタッフが着てます。それではここで審査員の皆さんをご紹介しましょう。まずはこの方、シンガーソングライター大江千里さん。そして知る人ぞ知る元祖モノマネクイーン山田邦子さん。世界の K-1 界の立役者石井和義館長。日本を代表する美人バイオリニスト高嶋ちさ子さん。そして日本のお母さんといえばこの方、内田裕美さんです。そして新しい審査方法をご説明しておきましょう。審査員の皆さんはどちらが勝ったか1人3ポイントで審査します。対戦者を赤と青に分け、どちらかがダントツで審査員全員が3ポイントを入れると15対0の圧勝になります。強い競り合いだと点差も接近しますが、引き分けじゃんけんは一切ありません。さあこの後すぐモノマネ選手たちのガチンコ対決がいよいよスタートです。よろしく。小柳ゆきさんの、あの愛情、10代の歌い手さんですからね、はいはい、さあそしてジェニー伊藤さんでございますが、はい、誰のモノマネが、なんで君だけ豆から持ってんの。僕だ、プロ用のマイク持ちいいな。今日はこれなんです、はい、これ、はい、ジェニーさんというのはもう名物なんですか、このモノマネ。僕初めてなんですけど、ずっと口開けっぱなしですけど。おかげさまでご愛顧いただいております。いや、一回も閉じてないですよ。閉じたら中におる子が怖がる。あ、そうなんですか。早く出してあげてくださいよ。フライって、フライって騒ぎ出すから。そうですか。あげたファンと。今日は誰のモノマネなんですか。誰なんですか。華原朋美ちゃんで、I'm Proud を歌います。そうですか。それではですね、先行は日野美香さんからお願いしたいと思います。どうぞ。さあ、トップバッターです。行ってみよう。壁にもたれてた欲しいのはあなたの愛だけ。振り向いて今すぐに抱きしめて、あ、いつか来る二人の光を信じ合う。
何か言っているジェニーちゃんです。腕太いともちゃんのモノマネどうぞ。ジェニーさん、はい、あの一発殴っていいですか。ジェニーが頑張ったの。そうですね。似てたか。似てたのかな。なんかね、別の生き物が誕生したみたいな。さあ、それでは審査員の皆さんに伺いましょう。はい、ジェニーさんいかがでしたでしょう。この番組はモノマネですよね。モノマネです。日野さんの歌素晴らしいんですけど、はい、ジェニーさんを聞くと、はい、もう全て飛んでしまいまして、それぐらいインパクトがありましたね。インパクトありましたね、じゃあ石井館長にも聞いてみましょうか。館長どうでした。館長、いや、あのジャニーさんのそのなんか圧倒的ジャニーさんですよ。やめてくださいよ。あの圧倒的なその存在感というんですかね、はいはいはい、もう出てきた時からインパクトありましたから、はいはい、まあ、それと審査は違うと思うんですけど、歌唱力とインパクトで、はい、まあ、モノマネですからさ、はい、一体どちらが勝つでしょうか。先攻の日野さんは赤のスイッチを、はい、後攻のジェニー伊藤さんには青のスイッチを押してください。それでは審査員の皆さん、スイッチをどうぞ。それは何が起こるかわからないですから、ね、からないですよ、ね、混乱してますよ。ジェニーさんは番組的にはあの一応つかみってことで惜しかったーって。カモンヨーコさん、はい、クルスさん、はい、夏川さんでございますが、はいはい、タンポポ、あ、なるほど、はい、なるほど、すごいダンス練習したんですよ。え、なになに、ダンスすごい練習したんですよ。7人いないぐらい頑張りました。あ、4人で、はい、振りを、はい、ただすみません、ちょっと気になってしゃあないんですよ。敵は立ち上がる、はい、敵はもうすごいですよ、敵すごいですね。これ代表誰にお話伺ったらいいですか。どうもこんばんは。よろしくお願いします。橋田須賀子でございます。どうもどうも、ファミリーや。そして私がドラマでお世話になってるファミリーでございます。はい、秋の夜長全身全霊で頑張ります、えなりかずきです。うわいいわね。あの誰、お前もうまいこと言うんだったな。父親の角野角蔵です。お父さんです。はい、格好です。いいわよ今日は。先生おしゃれですね。いいわね、あなたいいこと言うわね。藤岡拓也下ろして、あなたこれから二役よ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、あのありがとうございます。はい、もう終わりました。あなた私に喧嘩売ってんの。すごい対戦になりましたけども、まずは可愛いとこから行きましょう。ほっとしますよ、全国のおじさんたちは。目覚めた時
調布役の皆さんです。橋田先生ご覧になってますか？見ない方がいいと思いますよ。橋田須賀子にねなりにお父さん三人仲良く橋田ファミリーでございます。須賀子が笑ってる足出す学校本当は大嫌い。ちょっと何が大嫌いだ。あんたあれで下ろすわよ。あんた俺はなお江戸でござるで大丈夫なんだよ。お前ふっとしんだよ。お父さん、お父さんはな15歳のお前をそんなとっちゃん坊や育てた覚えはない。だってピコカッサだってあの顔でシャネルばっかり買ってるから。それを言うなよ。我々は家族じゃないか。お父さん、はい、あなた素晴らしいわ。今度のドラマでね赤木春恵とあなたのキスシーン作ってあげるわよ。赤木春恵。この時お父さんは人生の岐路に立たされていた。赤木とキスをするならファミリーを抜けてやろうかと心を痛めるお父さんでした。いやもう一つのショーを見終わったという感じですね。いかがでした？もうすごい緊張しました、うん、はい、可愛かったですか？可愛かったですよ。やっぱ絵面良かったわ。絵面は、非常にメリハリのある対戦でございますから、はい、審査員の皆さんに聞いてみましょうか、はい、山田邦子さんいかがでしたでしょうか？あ、さっきの方が言いたかったなこれはでもよく練習しましたね、カモンチームね。ありがとうございます、うん、よく練習したのが分かりました、はい、ダチョウさんのはこれはモノマネ自分たちのネタなんだ。モノマネです。モノマネ邦ちゃん、あなた橋田ファミリーに入れてあげないわよ。いや別に入りたくないしもう本当にちょっと待ってくださいよ。なんか滑ったからってこっち僕やめてくださいよ。知りませんよ。そこまで知りませんよ。分かりませんよ。困ったなこれ。さあこれどう審査員難しいですよね、この対戦は。はい、どちらが全然違うもんね、はい、全然違いますか。どっちも稽古は結構ねちゃんとしないと、はい、それでは皆さん、はい、いきますよ。どっちが勝つのでしょうか？先攻のカモン陽子さん、クロスアツコさん、夏かなさんがいいという方は赤のスイッチを、高校のダチョウクラブさんには青のスイッチを押してください。審査員の皆さんスイッチをどうぞ。さあどっちだ、さあどっちだ、もうあのターゲットは僕のえなりはあの何喋ってんでしょう残念でしたけども、はい、すごい石井館長がいっぱい押してくれて、石井館長これありがとうございます。どうしてどうして館長完全にキャバクラと待ってますよ。夜の館長になってますよ。B の館長でお願いします。これ誰、マイケル・ジャクソン系ですか？系です。ジャネット・ジャクソンの方です。あジャネット・ジャクソン、はい、ジャネット・ジャクソンでダズンでやります。本格派でございますね。これは期待できますけれども、対戦チームのちょっとモノマネがね、はい、今日は僕らは渋い俳優を4人やろうかなと思って。そうです。なるほど、はいはいはい、まず僕は清水浩二郎です。ちょっと待って、いや当たり前みたいに続いて私が愛花翔です。愛花翔のっちは、こんばんは。いやいや竹内力です。はい、誰？は誰？白龍です。いたの白龍や、白龍さんや。さあ、星さん今日も本格派でやってくれます。ジャネット・ジャクソンどうぞ。
life was hard to and best before you many, many, many for me.俳優ワン、ツー、スリー、フォー。ボイシネ俳優集合だ。大地を揺るがす大物四人衆。代表作はこの作品だ。ブイブイブイ。南の帝王、大門、修羅の門。俺はちょこちょこ。歌を延滞するな。レンタル中ならビデオ山割れ。我らの我らの V シネマ V。 これ難しそうですよ。難しいですよね。全然違うもんですから。そうですけれども、さあ、高島さん、いかがでした？はい、ジャネット・ジャクソンのなんか体つきが妙に横から似てて、お尻がプリッとしてるところが、そうですね、そこが非常に官能的で良かったと思います。ありがとうございます。新しい曲ですもんね。さあ、じゃあ山田邦子さん、この V シネマの歌について何かコメントを。ない、何にも。この後だってあんたたち4人組でずっとどうやって対戦していくの。そうそうそう、どういう今回はね、だからそれは見たいでしょ。そう見たい。だったら勝たせなさいよ。先輩や先輩。さあ、それでは審査員の皆さん、どちらが勝つのでしょうか。星さんは赤のスイッチ、デンジャラス U ターンは青のスイッチを押してください。審査員の皆さん、スイッチをどうぞ。中途半端すぎませんか。まだ乾杯したかったっすよ俺。明らかに明らかに同情やもんな。ギリもええとこやん、あれ。そっくりでしょ。だって、いやいや、白龍さんは似てた。そうですよね。それだけ。あ、それだけ。いとはねえ。そうですよ。まずメタモでございますが、プッチモミです。よろしくお願いします。そして熊本さんは。私はもう、あの、坂井進さん、なんでか、なんでかフラメンコ。はい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 。これもうね、若さのネタと熟年ネタの対決です。可愛いのからどうぞ。Go ahead。クワモンさんのなんでかです。オレ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 、あんた誰。オレなんでか、なんでか、なんでかフラメンコ、なんでか。板前さんが難しい料理を作っていたら、見習いの板前が手伝いましょうかと言ったら、そこに板前。
その板前さんがレンコンの天ぷらを作ろうと、まっすぐ丁寧に切っていたら親方に怒られた。なんでか、それはレンコンだけにハスに切れた。なんでか裏で送ったんな、はい、ですけども石井館長いかがでしたでしょうか。難しいですね。難しいですね。で世代的には酒井進さんの、いや世代的にはプチモリの方が、違うんですよ。だから夜の館長じゃないんですよ。なんでか、違う、なんでかじゃないなんでかじゃない言うてる場合ないんですよ。それでは審査員の皆さんスイッチをどうぞ。お、さあこの勝負どうか。もうなんで泣いてる、なんでこんなおじさんに負けてるのが悔しいの。緊張した。遅いな、おい、ハッとしたんですよ。出る前に一生懸命やってたんですよ、ね、頑張ったんですよ、踊りとかもね。もう一回得点やり直しましょうか。どうぞ。ダメですね、ダメだ、ダメだよ。もうやめて、ちょっと待って、仮想大賞じゃないんだからさ。わかりませんね、これ。あの山崎正義さんを、はい、はい、やらせていただきます。髪型とかね、はい、見てますよ。歌声がね、歌声で勝負ですね、やっぱり。これですね、はい、対しまして中島さんでございますが、はい、これなんやろう。これわかんないですか。わかります。シーナリンゴさんですよ。そうですよ、シーナリンゴさん。何かを恨んでるのかな。違う違う。さあまずは山崎正義さんのモノマネからどうぞ。悲しい夢で寝る底に朗読がいる。鏡の中なくした言葉思い出せずに朝は過ぎてゆく。ありったけのこの声を届けてほしい。君を残したまま僕らは次の場所へもう踏み出してる。明日に向かう風が街を通り過ぎて少しずつ変わっていけばいい。いつの日かこの恨んでいるこの人、だから違うって。両目にパンチを食らったこの人、それも違う。リンゴさんです、どうぞ。
始まったと思いましたね。猫が違いますよ。いやでも幸田さんも素晴らしかったです。いやもうほっとしました。はい、それでは審査員の方に聞いてみましょう。市田ひろみさん。はい、幸田さんしっとりしていいなと思ってたんですけど、はいはいはい、次で衝撃受けまして、はい、市田さんちょっと笑ってらっしゃいましたけれども、そのアクションとかパフォーマンスがすごいインパクトが強くて、はい、歌い出しの目を見た時明らかに客席がちょっと下がりました。そうですね。結構びっくりしました。山田邦子さんいかがでした。小田君っていうのはロン毛はハンサムだね。あ、そうですか。うん、ああもういつも単毛ですからね。単毛、単毛、言わないですよ。単毛って、さあ、審査員の皆さん選んでもらいましょう。どちらが勝つんでしょうか。勝つでしょう。先攻の小田さんは赤のスイッチを、後攻の中島さんには青のスイッチを押してください。審査員の皆さんスイッチをどうぞ。納得。 V シネマの長さんでから2回見たぐらいですよ。流したっていうの。V シネマ面白かったよ。わかりました。面白かったですよね。はい、わ、はい、かりました。いやもう納得、もう十分です。十分、ね、もう精一杯ぶち当たってきましたから。中島さん、中島さんは、はい、いやまだドキドキしてます ね、ドキドキします ね、ちょっとした友情が芽生えてしまいましたけど、そんな場合見たことあります。はい、千原さんでございますが、はい、ミーシャさんね、うん、でもこれ本格派ですよね、千原さんも、うん、ありがとうございます。さあそして、すだちとかぼす、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何のモノマネかわかります。あの、長渕さんとか、え、いや、奥田民生さん。あ、似てます似てます似てます。ラサール石井さんかなと思ってますけど。言われます。素の顔は似てる、はい、言われます。これも名称になりますよ。ミーシャさんのモノマネからどうぞ。二人も聞かせてくれます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。感謝しよう。微笑んでくれてどうもありがとう。気遣ってくれて本当にありがとう。毎度ありがとう。うまいね。なんかちゃんと、ね、いやこれどっちもミーシャもうまかったし、超レベル高いね。うん、いやこれ聞いてみましょう。はい、大江千里さんいかがでしたでしょうか。
いやーこれはもう本当にね困ったね。じゃあこれプロの意見でお願いします。はい、ミーシャさんはすごくそのリズムが良くて、はい、もうこの横にこう揺れてる感じが目をつぶって聴いててもう本当そのままっていう感じで、はいはい、ね、それで、タミオさんと陽水さんですけども、はい、ハモるところが気持ちよかったですね。ありがとうございます。点数は難しいですねこれはね。難しいですねこれ、うん、これすごい意見ですね、はい、さあ一体どちらが勝つのでしょうか。先攻の市原さんは赤のスイッチを、高校のすだちとカボスさんには青のスイッチを押してください。さあそれでは審査員の皆さんスイッチをどうぞ。さあどっちでしょうか。どっちでしょう。あお前誰や、お前誰や。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。三宅裕司さんのモノマネでほうほうほたる来いをやらせていただきます。ほうほうほたる来い、はい、さあ対しまして工藤兄弟、松村和美さん、そして大石まどかさん、自分たち映画の、天使にラブソングを、はい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 、その中からウーピーゴールドバーグとその後ろの聖歌隊、はい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 、松村君のこのネタ喋りはそっくりやけども歌うとどうなんでしょうか。聞いてみましょう。どうぞ。どっち草薙いつも裏切るぞ、関口メニューが良すぎるぞ、はい関口厨房のメニューが高級ステーキ、私のメニューがふりかけ、これじゃ勝てませんね。見たい聞きたい歌いたい、司会だけど歌は下手だぞ、おまけにダジャレは寒いぞ、はい、こもった声と寒い役が僕の持ち味なんですね。本業は役者なんだけどな。三宅裕司さん、歌い聞きたい歌いたい。天使にラブソングを、あの映画を思い出しながらどうぞ。すごいですよ。今日初めてもう点数入れる必要ないんじゃないですかね。満場一致ですよね。この歌聞きながらだんだん僕も不安になってますから。いやいやいや。さあ市崎直美さんいかがでした。はい、いや松村さんもとても似てたけどね、うん、やっぱり後の圧倒的に工藤兄弟圧倒的でしたね。なんかちょっと雲行きが怪しくなってますよ。他のモノマネは他の他のモノマネで点数がすぐやめてくださいよ。サードで2学でございます。違う違う違う、世の中トラブルとの三角位2学が丸く収めまって2学でしょ。山田邦子さんいかがでした、はい、ちょっとこれはね本当に私はね悲劇する。これはどっちに悲劇するんでしょうか、はい、まさか同じプロダクションということでしっかり冷静に審査員です
冷静な判断お願いしますよ。さっきのあの掛布さんと二角さんは関係ないですからね。そうですよ、関係ないのか、はい、さあそれではどちらからでしょうか。それでは審査員の皆さんスイッチどうぞ。国子先輩、これで松村君勝ったらさすがに取り直しするとこやったな。そうそうですね、本当に。はい、これは我々世代にはたまらんタツノコプロ、タイムボカンのボヤッキーを今回やります。ボヤッキーで、ボヤッキー、ボヤッキーでペッパー警部。さあこれは大変でございますよ。これはモノマネは、モノマネはこれはまあお気づきの方もいらっしゃると思いますけども、はい、サザンオールスターズ、はいはいはい、タイムボカンシリーズファンの皆さん、ボヤッキーですよ。それいけー、はい、やったーマン、邪魔をしないでね、はい、やったーマン、私たちこれからいいところ。はい、全国の女子高校生の皆さん、お久しぶりぶり。さあそんなわけでガングロ大好きボヤッキーさんよ。さあ今世紀最大のマシンを作ったの。スイッチオンオンオン。犬も小田寺散歩する。私たちはそんなにガミガミガミを言わないでくださいし、ほらまたドクロベイが来てしまいましたよ。逃げろ、はい、やったーマン、邪魔をしないでね、それやったー、あいつさえいなきゃ大成功だったのに。そうよ、お前が悪いの、本物が欲しかったのよ。お仕置き旅、また来世紀お会いしましょう。とにかく見てやってください。史上最低のサザンオールスターズ、こんなデブな桑田さんは許せない。どうもありがとうございました。ブラッキー似てました、懐かしかったです。最後はドクロベー様まで、ありがとうございます。さあ大江さん、いかがでしたでしょう。いやもう栗川さんはなんかこうモノマネのこう余裕で楽しんでる感じが伝わってきて、はあ、ええ、ありがとうございます。楽しませてもらいました、ありがとうございました。さあ、はい、勝つのでしょうか。それでは審査員の皆さんスイッチをどうぞ。